こんにちは。はじめに問題の内容について確認しておこうと思います。具の長方形 ABCD において AE の長さと AF の長さですね。これが等しくなっています。この時三角形 AEF、この部分の面積。これを求めてください。こういう問題になっています。では問題を解く人は一旦ここで動画を止めて考えてみてください。では解いていきます。 この図形について特徴的な形ですね。もちろん全体の四角形、これが長方形であること。角が全部90度であります。で、さらにこの三角形ですね。これは二等辺三角形。そしてこの直角三角形ですね。これでもこれでもなくて、この直角三角形。直角を挟む二辺の比が4センチ8センチ。1対2と分かってますよ。と。こういうふうに二辺の比が分かっている直角三角形でないと、 ここからとかここからでは、まずどういうふうにしていくかっていうのは、とっかかりはつかめないですね。だから、まあ全体の長方形はまあいいとして、この三角形とこの三角形ですね。これをどういうふうに利用していくか、これを考えていきます。まず二等辺三角形なんですけれども、こういうふうに二等辺三角形があったとき、頂点から底辺に対して垂直に線を引いたとき。 二等辺三角形自体は天体称な図形で、この線に沿って折ってあげるとぴったりと重なり合う図形になります。つまり、こことここの長さですね。これが等しい図形。これに分けることができます。この図形でも同じように線を引いています。こういう感じですね。ここの長さとここの長さが等しい三角形に分けることができます。 で、さらにこの4センチ、8センチ、1対2の直角三角形。この4センチを生かして、この形考えようと思うと、これこう伸ばしてあげたら、ここにも1対2の直角三角形を作ることができますね。ここ4センチだから、1対2、1対2なんで、ここの長さ、2センチメートルです。 さあ、ここまではこの図形を見て、まあこういうことするだろうなっていうことをやってみましたけれども、この図形で何に注目していくかなんですけれども、ここ90度ですよね。この直角三角形に注目してほしいんですよね。まずこの点ってどんな点かっていうと、ここからここまでの長さっていうのを半分に分けた点です。ということは、この部分だけちょっと拡大した図を変えてみますけれども、 拡大した図がこういう感じなんですけれども、この点って斜辺 EF の真ん中の点だから、こういう風に底辺にまっすぐに線を引いてあげると、ここの長さが2センチ、ここが4センチです。先にこの点がどういう点かっていうのを出したのは、この三角形に注目してほしいんですよね。この三角形を、ここが90度直角三角形です。 そして、これも直角三角形なんですけれども、この直角三角形と、ここの角度を共有してますよね。つまり、この三角形と、この三角形ですね。これは、相似な三角形になってます。ちょっとエアコシにでこの斜線部分を消しときます。この三角形の、この90度のところから、こういうふうに線を引いてあげると、ここで確かめたように、ここからここまでですね。ここからここまで4センチだから、この4センチとこの4センチ合わせて、 ここ8センチになってます。もちろんここ90度に引いたんだから、これ直角三角形型の掃除ですよね。これが1対2、全体も1対2。そうすると、この三角形についても1対2の三角形になってるから、ここの長さ16センチです。あと、この2センチと合わせて、ここの長さですね。これが2センチ。こういうふうにわかります。これで全体の形を知るための詳しい長さっていうのはわかりました。 最後に元々の図形に分かった長さ。これ書き込んでいきます。ここが18ですね。4足す8で12。18から4引いて14ですね。横18センチ、縦12センチの長方形。1 8る1 2の長方形から、ここの面積ですね。これが1 2け1 4の半分。84。ここが1 8る4の半分。36。ここが四配3 0の半分で16ですね。 136を引くことになります。216から136を引いて求めたい図形の面積。80平方センチメートル。こういうふうに出すことができますね。 補助線の引き方自体はいっぱいあると思うんですけれども、まずはこの線って必要になってくるかなと。こういう風に線を引いて、この点っていうのはどういう点かっていうのを確定させた後、ここで線引きましたけれども、これ、ここまでまっすぐ。こういう風に、ここまで線引いてしまったら、この三角形とこの三角形ですね。これとこれが相似だっていうことに注目して解くこともできます。もちろん三平方の程度が使っていいんだったら、こことここの長さが一緒っていうことで、ここの長さ X。 ここを x 足す4と置いて、こことここの長さが等しいという式を作って解く方法もあると思います。いろいろと面白い解き方もあると思います。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。